どうもベアンでーす。どうもベタゾーでーす。はい、そうなんです。はい、今回この3人でね、ちょっと動画を撮っていきたいと思います。で、今回はですね、ペタゾーさん、はい、ペタゾーさんが千葉の銚子電鉄の犬吠駅で、はい、はいはいはい、イベントされましたよね。されましたね。で、その犬吠駅、ベアンも行ったんですけども、そこでね、ちょっとした珍味がありまして、その珍味をペタゾーさんが入手してきたということで、珍味、珍味、珍味、いや違う違う違う、まあまあね、珍味、珍味をベアンさん、あ、ベアンじゃない、ペタゾーさんがねペタゾーさんが入手してきたということで、それがね、これですよね。はい、バーン、まずい棒、まずい棒ですよ、まずい棒。これなんでまずい棒知ってる？僕知ってます。なんで知ってますか？知ってますよ。じゃあ誰が言う？どうぞ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 。僕が聞いたのは、あれなんですよね。はい、経営がまずいからなんですね。はい、それにかけたというふうに。いや、僕これ自分見えててもしょうがないじゃん、見せてなくて。こうやってね、ここに書いてあるんですよ。まずい。経営がまずいから。まずいですか？で、キコか。え、俺？いや、違うな。え？はい、どうぞ。うん。ここにね、書いてあるんですよね。で、経営がまずいかららしいんですけど、で、実際これが本当にまずいのかっていうのを検証したくて、ね、調べたいんですよ。あ、わかんない。で、経営状態がまずいかとか。経営状態まずいんですか、あれ。まあ、まずいっすね。まあ、まあ、ぶっちゃけて言うと、なんていう、補選的な部分でいくと、むちゃくちゃですよね。だいぶむちゃくちゃっすね。だいぶむちゃくちゃ。あの、全面展望の動画撮ったんですけど、やけに揺れるんですよ。ガガ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 と。車両も全然基地更新ができない。まあまあまあ。ああ、そう。草ぼうぼうで。草ぼうぼうはなんかさ、その後さ、自分たちの、あれのいいところとして使ってんじゃん。まあ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 。緑のトンネルとかさ。トンネルっていうか。黒髪なんちゃらという駅やけどな。生ハエじゃん。黒髪。まあ、これちょっと調べてまたちょっとテロップで黒髪みたいな感じの名前の駅があったんですけど、まあ、それはまあよしとしまして、何かで、これをいかどれぐらいまずいかっていうのをまず検証していきたいと思うんで、今回こちらのね、まあうまい棒、まあ、これ皆さん知ってると思うんですけど、うまい棒ですね。多分うまいんですよ、これは。テレレテリー、あ、これコンポタージュ味、チーズ味、まあ、うまいもんだから、うまい棒の、まずチーズ味、これさ、で、こちらがまずい棒のチーズ味、まずい棒コーンポタージュ味があるんだ。まずい棒のコーンポタージュ味と、うまい棒のコーンポタージュ味、この4つ、まあこの2対2ですよね、どちらが軍配が上がるのかというのをちょっとこの3人で検証していきたいと思います。はい、はい、で、ね、今回ちょっとごめんなさい、ベアンチャンネルプラレールじゃないですけども、一応プラレーラー3人ということで、まずいコンポタージュ味あった、はい、じゃあ皆さん手元に行きましたでしょうか。まずどちらからいきます？どちらからいきます？はい、まずい方？まずい？いやー、どちらから行こう？デフォルトとなっている味を確認する意味で、まずうまいから行き、うまいから行きましょうか。うまい棒のじゃあ、それに対してどう違うかじゃない？はい、はい、じゃあ、うまい棒のコンポタージュで行きましょう。コンポタージュ、はい、コンポタージュ、はいはいはい、コンポタージュ、じゃあまずこの2つを、はい、コンポタージュと比べてみたい、コンポタージュを比べてみたいと思います。さあ、まずいじゃない、うまい方から、うまい、まあいつも通り、いつも通りのこれね、安定のうまさですよ、安定のうまさ、いきますよ。あら、うんうんうん、なんか安定ね、うん、ただね、口の水分全部持ってきますね、これ今カラッカラです、ほんと嫌だね、口の水分持ってかれてるよね、しゃべりにくくなってる、そうそうそうここに飲み物用意しておけばよかったね、しゃべりにくい、うん、水、コップないのかな。で、まあこれ安定のうまさです、はい、じゃあ今度は紙コップがない、まずい方いきましょう、まずい方、はいはいはい、全部作っちゃダメだったな、ね、この感じですよ、まあいいや、で、まずい棒のコーンポタージュです、いきます、開けてみます。あ、なんか形ちょっと違うじゃん、あれ違うぞ、なんか太さが違う、なんかボヨンボヨンだ、ボヨンボヨン、なんかね、
もうイゴイゴしてます。イゴイゴ。イゴイゴ。え、何語？イゴイゴ。イゴイゴ。表現表現表現。二人語。すごいな。なんか全然違う。あ、匂いが。え？若干チーズっぽい匂い。匂いがチーズだ。匂い違うね。匂いチーズ。まあ、すみません、あのね、視聴者さんにあのお伝えできないんですけど、匂いがね、すごいチーズなんです。チーズなんです。だから一緒に2人でね。はい、じゃあ行きましょう。ポタージュ、ポタージュ味ね。コーンポタージュ味です。コーンポタージュ味。甘っ。ん？薄い。あ、そう。最終的に同じ味になるんだけど、ならねえな。ならないよ。あのね、これ。あのね、味が薄い。味が薄い、まず。え、薄い。薄いよね。薄い。すっげえ甘さがいきなり来なかった。いや、薄いよね。もう猛烈な甘さがいきなりね、やっぱり水ちょうだい。ここはない。あの、洗面所の方がいい。いや、全く薄いです、味が。これ。で、あの、食感も普通の、まあ、うまい棒さんの方より若干固めですね。柔らかさがないというかね。あ、薄いわ。うん、薄いよ。薄いです。これ薄いです。やっぱね、ごめんなさい、調子全然さ、穴ほら見た。ポタージュ感がなんかうまい棒より、ごめんなさい、調子全然さん、これね、まずいです。まずいまではいかないですけど。まずくはないよ。まずくはないんだけど。食べ比べた時にね。前からコップ出すかな。カメラ。いや、水をちゃんと渡したっていう。これはうまくない。うまくないです。うまくないかな。うん、まずくはない。まずい棒。まずいです。なんかね、一番最初に強烈な甘みくるよ。ないよね。味自体がないよね、全く。甘みくるよ。味はあるけど、強烈に甘みを感じるのは僕のうまい棒。うまい棒はダイレクトにバンってくるんですよ、味が。え、うまい棒はしょっぱさを含んだコーン風味がくるけど、こっちは単純に甘みがくる。甘くはないな。うん、あ、そう、うん、甘みあるね。え、すごい甘いよ。すごくはない。そんな甘くはないですよね。そんな甘くはない。いや、一番最初にフッとくるのが猛烈な甘みがきて、いや、ね、なんかただ単純に薄いけど、ちょっと甘みは感じるけど、うん、そこまで強烈な感じじゃないよね。なんか薄さだけが目立つよね、うん、味の。へえ。じゃあ今度、あの、チーズ、チーズいってみましょう。チーズね、チーズのうまい棒、うまい棒のチーズ味、これまずいっていきたいと思います。おいしさ、オイスアップ。こんなんね、あの遠足の時にね、300円のうちの10円でこれをよく買ったもんですよ。ほんと発送というかね、うん、あの金額合わせて280円になっちゃいましたと。10円これで2個買ってとか。うまいね。いきます。うまい。うん、食べちゃった。やっぱあれだね、さっきのまずい方の薄さから見ると濃いよね。すごい、チーズ味安定のうまさで。うまい棒うんちく知りません？これ。これまずえもんだっけ？知らない。名前は知らん。まずえもん。あ、怒ったじゃん、まずえもんって。見てあげて。まずえもん。うん。安定のうちある。まずかちゃんだよ、まずかちゃん。まずかちゃん、まずかちゃん。じゃあ、まずい棒いきましょうか。まずい棒の方ね。まずい棒のチーズ味。これいきたいと思います。なんか穴って。あ、でも。見た目的によ、こっちはさっきと一緒だよね、見た目、うん、見た目一緒だよ。うん、これはね、見た目、あの、うまい棒とそんなに変わんないんですよ。さあ、まずい棒、どれだけまずいか。ああ、ほっ、しょっぺ、うん、チーズのフレーバーちょっと静か。あ、しょっぺ、まずい棒の方がしょっぱい、うん、しょっぺ、チーズ風味ちょっと少ないよね。割と強烈にしょっぺえ。しょっぱいですね。これ形状今日もしょっぱいですかね。やっぱりだからチーズの感じはあんまりない。ないな。しょっぱい、うん、単純に。もしかしたらね、寝坊先の沖で取れた塩使ってるかもしれないですね。沖で取れる。電源。電源。電電。電電。電電。
やっぱね、まずいですよ。うまい棒に比べたらやっぱまずいですよ。食べれるけど。で、うまい棒、うんちくさっきちょっと言わせたんですけど、このうまい棒さんが作るフレーバーを各スナック会社に売ってるそうですよね、これね。なんで、真っ先に作るのうまい棒さん、このしょっぺどこだ、どこの会社かにね。ヤオキンさん、スナックの味の。この間さ、あの銚子電鉄のさ、社長さんとお話してたさ、うち食品会社が鉄を運行してますからねって言ってた。なるほどね。濡れせんべいも作ってるんですか、あれ。そう。濡れせんべいもね、銚子電鉄のあの犬吠埼に乗ってて、僕鳥取からよく来たねっていう風な形で1枚もらえたんですよね。これ食べてくださいって言って、で気づいたら食べ忘れてたというね。焼くんですよね、あれ。焼かないよ。焼かない。あのまま潜るんだよ。あのまま何にもせずにね。しょっぺしょっぺ。チーズパウダーの量は多分少ない。多分ね。はい、まあこんな感じでね、今回うまずい棒と、まずい棒ね、まずい棒と、うまい棒ないかな、もあるある、はい、あった。成分表示を見る。うまい棒のチーズ味、これをね、比べ、あとコンポタージュも比べてみたんですけど、やっぱりね、うまい棒さん軍配です。ね、やっぱりね、経状態がまずいようでしたら、これ確実にうまくしてほしいですよね。今日うまい棒ぐらいにしてほしいですよ。ほんと、経営もね、また取りに行きたいと思いますんで、銚子電鉄さん。はい、どうでした？初めての試みですけど。あ、何？コーンパウダー、うん、はい、スイートコーンパウダー。ほー、甘いんだ。でも、ただ、バカじゃなんで、僕、バカじゃねえ、僕は。甘さをそんなに感じなかったんでね。甘いかな。甘さはなかったよね、でも。甘さはなかった気がする。ただ、2対1。チーズは ?2 対1なんでね。チーズは何パウダー？チーズはね、同じのチーズパウダー。ただね、チーズパウダーの量がこっちの方が多いのか、うん、こっちの方が最初の方にチーズパウダーが来る、うまい子。なるほどね、パウダーの量のチーズ。クリーミングパウダーだって、そっち。入ってない、うまい、まずい子が。それじゃない、クリーミングパウダー。その違いだね。うん、かもしれない。あとコーンは遺伝子組み換え？じゃないんじゃない。でない。組み換えてない。まあそんな感じで、まあ味の違いだけ分かればね、いいんです。はい。今回こんな感じで動画終わりたいと思いますけども、また何かね、こういうちょっとネタ的なやつがあったら、まあ、ペタさんとソーナがいれば、まあ、その時にいたプラレーラーさんと一応、こういう風な形でね、食べ比べ動画やってみたいと思いますので、ね、いつものプラレールとは全く違った動画ですけども、メガなんかこのサングラスかけてますからね、ね、今回、限ってこのサングラスでやらせていただきましたけども、また次回。いろいろやっていきたいと思います。はい、そうしますとね、2人のね、チャンネルリンクをね、概要欄の方に貼っ付けておきますので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。はい、はい、でまたね、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひぜひお願いいたします。はい、今回の動画こんな感じで終わりたいと思います。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい。